またこいつ盗み食いに来たぞ。ん？もんじゃないんだ、ライチ君。ん？盗み食われてるぞ、お前。ん？盗み食われてるわ。ちょうどいいんで、この嵐君にも昨日ライスにあげたポンチュールをあげようかなと思います。ね、ポンチュール、ポンチュール、ほら、ん？ほら、ポンチュールだぞ。こっち見ろ。ちょっと昨日の汚いままだけど、汚いままだけど、ああもうなんでそうなんのこれ。もうちょっと汁少なくしといてよね。ああもう違う、そういう出方じゃない。あもうやだ、あもうやだ、熱いし。あどうすかポンチュールの味は。お、結構上品に食ってるよ。ん？うん。結構上品に食べてるよこれ。早いな、やっぱり嵐の方が食べるの早い。ちなみに嵐くんは朝缶詰食べてカリカリも食べてますからね。ついでにライスのカリカリも盗み食い、そしてポンチュールも結構な勢いで食べてるという。ライスの方は殻に興味津々ですね。どっちが外猫だっつなんだ。お腹いっぱいなんじゃないの？ん？あらし、お腹いっぱいだぞお前。ねえ、さすがに食いすぎたべ。いいんだもう。ん？はい、ごちそうさまでした。ね。